はい、こんにちは。今日はですね、フォトメックファインダーの FTN ということになりますが、まず外観からですね、比較的綺麗な状態の個体です。まあまあ、綺麗な方ではないかなと思います。これは、ニュー F になりますかね。740万台ですから、1973年ぐらいの頃のものでないかと思うんですね。ニュー F ですから、レバーにこのゴムのやつがついたタイプですね。で、まあ、いわゆるの F2 との、ね、共通部品があるということで、このセルフタイマーのレバーもこれ F2 タイプのものになってますね。ちょうどこの頃はあれですね、F2 も発売されていましたので、そういう部品が使われている、新しいタイプの、ニュー F になりますね。外観上はまあまあ綺麗なんですが、露出系のこう電池ですね、MRQ というのが、入ったままになってまして、液漏れをした状態でした。なので、若干ですね、見えるかな。このファインダーのこの辺りにこう液が垂れてたので、ここからこう、なんていうんですかね、腐食が多少あります。見えますかね。見えてくるかな。こうですね。こんな感じで腐食が多少あります。で、まあ、電池の液漏れがあったので、蓋もちょっと開きにくくですね。この蓋、緑色になってたんで、どうかなと思ったんですけど、幸い電池室の中は大丈夫でして、電池を入れるとですね、ファインダーの露出計ですか、露出計は動作してましたね。まあ、大体合ってるようでしたということですね。まあ、そんな感じの外観上はこんな感じのフォトビックファインダーですね。で、まあ、今日は使い方もということなので、まず裏蓋の開け方ですか。このレバーをオープンしますと開きますので、はい、裏側ですね。中の方は綺麗ですね。はい、中も綺麗だと思います。で、シャッター膜にちょっとこう若干こうへこみっていうかポコッとありますね。で、まあ、なんか触れたんでしょうかね、前のオーナーさん。ただ動作には問題はないようですね。とても軽快な動きしてますね。まあ、割と新しいタイプのやつなんで、結構スムーズな動き、軽快な動きをしますね。まあ、ここにフリルも入れて、こちら側にスリットね、このスリットにかけて巻き上げていくということですね。で、閉めますね。クローズに回しますねっていうことですね。はい、ですね、あとですね、露出系の電池のチェックです。電池入ってますけれども、今ねこのスイッチがバッチリチェックですね。針が動いてるの見えないですけど、ね、はい、こう電池入ってますよということですね。速攻するときはですね、速攻のスイッチ、露出系のスイッチがこのボタンです。これを押すと露出計が入って、露出計が作動するということなんですが、ちょっと中見てみましょうかね。はい、こんな感じでね、針を、ちょっとピンとこないのでちょっと残念な、今来ましたね。これで針を真ん中に合わせると、だいたい露出が合ってますよということで、露出計を合わせるということになってますね。まあ、だいたいスマホのアプリのロス計と照らし合わせてみたら、だいたいいいとこを示しているので、ロス計は大丈夫かなと思いますということですね。でですね、まずですね、そしたらレンズ外してみましょうか。今F値2.8 というね、レンズがついて 28mm の、あ、違う、35mm の F値2.8 というレンズがついてますが、ちょっとレンズ外してみますね。まあ、レンズの外し方はこうですね、ボタンを押しながら、こっちを回せると外れるということになっておりますね。はい、そうですね。ではですね、動作確認をちょっとしてみたいんですが、タイムはあったかな、
はい、タイムですね。タイム持ってないですね。はい、タイムになりましたね。タイムです。はい、次にバルブですか。で、1秒ですね。2分の1。4分の1。8分の1。15分の1。次に30、60ですか。60の125、125の250です。で、500で1000ですね。見えますかね。ちゃんとシャッターは開いてますね。ちょっとビデオではちょっと分かりにくいかな。あ、前回したの見えましたね。シャッタースピードは問題ないですね。あとセルフタイマーですか。セルフタイマーはこうですね、巻き上げて、セルフタイマーのスイッチはここでしたね。伸びましたね。はい、動作関係は問題なさそうですね。で、カウンターも動いていますね。あ、今カウンター0になってるんだ。2桁が。カウンターも動いていました。で、あとですね、アーサー感度の設定。ここですね、アーサー感度ここです。今100を示していますが、これは、引っ張り上げて回すということですね。あ、フィルムがアーサー感度400を使うのであれば400に合わせると。シャッターボタンのこれをこれ引っ張り上げたとかな。あ、違いますね。右に回すと R でロック、ロックでシャッターが切れないようになりますね。はい、で普通は円にしておくでしょうかね、ということですね。はい、で、あとですね、あ、そうですね、ファインダーの外し方ですね。はい、ここです。ここを押してですね、前側のこのレバーですね、見えるかな、このレバーですね、このレバーを引っ張ると取れますってことですね。で、プリズム見てみましょうか。プリズムもですね、腐食なく、これは綺麗なプリズムでしたね。プリズムは綺麗だと思います。で、ここですね、電池室、電池の入れ方は以前、前の動画でアップしているので、今日は説明しませんが、ここが腐食して、こう、なんていうんですか、液漏れしてて、こう緑色になっていましたね。で、ちょっと色、ちょっと後で塗ってますけども、色も剥がれちゃいましたので塗っときましたけども、こんな感じです。この液が下にですね、滴って、このファインダーの中にも少し入っていますとかね。で、ファインダースクリーンの外し方はですね、はい、このボタンを押して逆さにすれば外れますから、ポロッと出てきますということですね。はい、ファインダースクリーン、まあ、これも清掃しておきました。で、ファインダースクリーン を外すときには、このネジ4本を外すと、ポロッとファインダースクリーン出てきますので、ファインダースクリーンはこのこっち側がフレンネルレンズと、こっち側が少しレンズになってますかね。で、セロハンテープみたいなビニールテープでこう周りを固定してるんですが、まあ、よくこのファインダースクリーンの中にこう中側にカビが入ってたりすると、開けてね、きれいに清掃したりするんですが、まあ、そんな感じでご自分でメンテナンスもできるよということですね。で、入れるときは入れて、そしてこのボタンを押すとカパッと貼ります。で、差し込むときはですね、はい、ただスポット押すだけでしたらね、位置を合わせまして、
あ、入れるときはここ押すんだったかな。カチッとカチッっていうまで入れるってことですね。まあ、こう押すだけでしたね。ってことです。では、レンズの装着ですね。レンズの装着は、今ついてました。F2.8 ですね。35mm2.8 ですか。で、つけるときは、ここですね。絞りのところを 5.6 に、位置にしまして、装着します。で、この位置に合わせてですね、ファインダーのですね、この絞り連動レバー。これがあの絞り連動レバーですね。この絞り連動レバー、ファインダーに、ね、あのついてるレンズ の開放値を伝えるやつなんですが、これがこのレンズのいわゆるカニに、このカニ爪って言われるやつですね。このカニ爪に引っ掛けて、あの絞り値をファインダー側に伝えるということですね。でこれをですね、一回押してリセットさせてですね、で、絞り 5.6 で装着させるということですね。で装着しますと、このカニ爪にカシャンとこう絞り連動レバーが引っかかりますので、で一回最大絞りまで持っていって、今カチッと言いましたね。で開放値まで持っていくと、はい、そうしますと今こう絞り、2.8 のレンズがついているので、ここですね、この窓に今 2.8 のところを示していると思いますっていうことです。これが、まあ通称ガチャガチャって言われるやつですね。はい。で、あのこれついてるレンズ、ここのね窓の位置が変わりますので、これあの外から見ても今ついてるレンズは何についてるんだよっていうのが分かりやすくなってるっていうことですかね。ではこれ外してみましょうか。外すときはこの横のボタンを押しながらですね、押しながらで外すということです。まあ別なレンズもちょっとつけてみましょうかね。どうしようかな。これちょっと今ベストレンズありますが、これは 50mm1.4 ってやつですね、のレンズがありますので、これは AIS のレンズですけども、ではこれをちょっとつけてみましょうか。絞り値 5.6 にしまして、装着します。一回リセットしましょうか。で、はい、カニ爪が引っかかりました。で最大絞りまで持ってって開放値まで持ってくると、はい、で 1.4 のレンズがついたので 1.2 の次ぐらいですね、に赤いのがついてると思うんですが、はい、こういうふうになっています。でまあ、搭載的にも問題ありませんし、まあまあいい答えを入手できましたかね、かなと思っています。使い方はこんなところでしょうかということです。今日はですね、ニコン F、フォトミックファインダー FTN、シルバータイプですね、についての使い方のご説明をしましたということです。